どうも、ギルド診断がシミック連合だったウプ主です。個人的にはディミーア志望だったんですが、ドローしたりと地加速するの好きだから、仕方ないね。ラブニカのギルドスポイラーが出てきてますので、今回はその辺見ていきたいと思います。それじゃ早速1枚目。宝生密偵。伝説のファクト生物園茶を破壊できる警戒持ちのクマ。メタ上の対象カードとしては、アルゲイル、アズカンタ、ガルタ、シャライ、ライラ、ボーラス、サイ。これぐらいですかね。結構無駄になりにくいけど、これを除去と数えて、対象ありきで投入することはあまりなさそうです。2マナ22の人間兵士が意味ある構築を求められるっぽい。でも環境初期だと、みんなギルドマスター使いたがってるだろうから、能力が多少使いやすくなってるかも。3ホームの重鎮。熊に先制攻撃と共同付き。共同対象が少ない、というかアグロでパワー1生物はあんまり入れない気がする。あるとすれば軍団の上陸から出た吸血鬼トークンでしょうか。白カルトウシュあれば相性良かったけど、落ちちゃうんですよね。似たような軽いオーラでパワー上げれば使い出があるかな。夢食い。瞬速飛行持ち、さらに長砲4とノンランドバウンス。でも6マナ43。せめてもう一つタフネス欲しかったな。普通のコントロールで使うには力不足っぽい。サイズはともかく能力は悪くないので、時間稼ぎと墓地肥やしが役立つデッキ、リアニメイトとかだといいのかも。サクリダイとムルドローサで使い回すとかね。急進思想。2マナ1ドローで再活持ち。コントロールにおけるスクリューとフラット対策になりますね。それだけだといまいち感はあるけど、インスタント、ソーサリーで誘発する系が増えてるので、そこら辺とシナジー形成するデッキでなら4枚積みされそう。暗殺者の戦利品。2マナインスタント何でも破壊する、代わりに基本土地を上げよう。ちょっと強すぎませんかね。突然の水尾の立場も危うくしそうなカードですね。下環境だと基本土地ない場合も多いので、相手によっては2マナ土地破壊になり得るし。そうなると全てのデッキが基本土地搭載し出しそうなレベル。モダンでもトロンをメインから対策できるし、メタにすごい影響出しそう。ケチつけるとしたら、対戦相手のやつのみ対象なので、自分のものに打って土地加速はできない。ってことぐらい。それもまあそうだよねってことだしな。今回のトップレアになるんじゃないでしょうか。ゴブリンの伝術師。サイロクゴブリン、そしてウィザード。バラルは青単だからこそ、サイドでたまに使われてた感はあるので、使われるかどうかは他のカードとのシナジー次第。とりあえず再活とは相性抜群ですね。千の目、愛憎に。6マナ23、墓地生物分11が並ぶ、他生物生贄で1ライフと1ドロー。とりあえず4、5体はトークン出したいところ。消耗戦の後に着地すれば強いですね。ミッドレンジの頂点に1枚だけ刺しておく感じの運用かな。大集団の更新。召集持ちの X マナトークン生成カード。適当に展開後1枚目で5、6体、2枚目でさらに倍。後期の運命やベナリアの軍司令、征服者の誇りでパンプアップしてやればなおよし。こういうの見ると、鎖ブンブン丸がメタ上に生き残るかどうかがより気になっちゃいますな。パルーン、ニブミゼット。見たことないマナコストしてる。6マナ55飛行はとりあえずフィニッシャーとして9大点。能力も昔のニブと似たような感じの除去とアドで丸。打ち消されないのもありがたい。しかしニブさん、相変わらず除去耐性薄いっすね。カウンターで守るというより、黒足してグリクシスで。ハンデス確認後に着地させる運用かな。おあつらい向きに思考消去っていいハンデスも入ってきますし。色マナに関しては3色構成なら、ギルドランドが何とかしてくれるでしょう。採取採集。墓地生物2枚回収と、パンプからの全体マイナス。レアらしくどちらもアド取れる能力。ミッドレンジで使い、相打ちまくった後に回収する。お互い展開後で睨み合ってる場を崩す。フェアデッキ相手なら何相手でも腐りにくいけど、どちらもある程度グダついた後で効果発揮するタイプの能力。
入って1、2枚ぐらいですかね。反応反省。戦闘生物に5点火力か、先制攻撃と警戒も足せての追加戦闘フェーズ。守りに回れば除去が役立ち、攻めに回れば追加戦闘が役立つ。とはいえ騎乱号もいなくなるし、コントロールとしては大体封じ込めで良いことを考えると。使うとすればアグロやミッドレンジで追加戦闘目的でしょうか。除去として流行るようならタフ後の信頼性落ちますかね。新2部3安易に殴れないっすね。彩色の灯籠。彩色マナファクトですね。作伯もいなくなるし、楽園の贈り物と似たような感じで使えそう。ただし緑があればそっちや土地サーチを使えそうなので、使用するとすれば緑がない多色コンとかで、ですかね。ギルド階段。構成が全てギルドモンだとするなら、場に出す時点でソーサリーな天才のひらめきで、その後もアドゲンになる。ソーサリータイミングで4マナ以上使って、ドローするだけではテンポロス甚だしい気がします。ただでさえギルドモンタップインでロスってるし。どちらかというと3マナの置物として使い、下の能力でドロー継続してく使い方が中心でしょうか。使うとしても迷路の終わりみたいな、モンで構成することに意味あるカードがもう少し欲しいかな。関空の案内人。でかくなって殴れるようになったモンをハウツタ。アルイハモンサーチできる5民間の道探し、国境地帯のレインジャー。モン多用するデッキでは、他のカードによるから、まだ採用はわからないかな。エルフデッキとかミッドレンジに、地味アドゲンとして使われるでしょうか。22サイズにどれくらい意味があるメタかによりますかね。各種ギルドモン。2種類吸ってるのはリミテ対策でしょうか。多色作りやすいように。とりあえずスタンはギルランとチェックランド使うでしょう。迷路の終わり級の、モンであることに意味あるカードがないと、構築では使われないかな。フレーバーテキスト見ると懐かしい面々がいろいろいますね。2種類目にセリフ載ってるのが今回収録の伝説生物たち、たまたまかな。さて、今回はとりあえずここまでです。注目は暗殺者の戦利品ですね。スタンはもちろん、モダンどころか、レガシーやヴィンテにも影響を起きそうです。全体的傾向として、生物インフレから呪文へと重心移りつつありますかね。そうでもない？暗殺者の戦利品に引っ張られてるだけかな。まあ引き続き新カード見てきたいと思います。それじゃまた次回。ご視聴、ありがとうございました。